豊川鉄道電機50系電気機関車及び宝来寺鉄道電機51系電気機,機関車は豊川鉄道及び豊川鉄道の合計事業者である宝来寺鉄道が1925年に申請した直流電気機関車である。両形式とも保有事業者である豊川鉄道及び宝来寺鉄道の戦時買収、国有化によって 鉄道省席へ編入され、1952年の称号規定改正に際して ED28 型へ統合された。1925年11月にイギリスのイングリッシュエレクトリック社より輸入した小型電気機関車で各社1両、計2両が輸入された。国有鉄道の東海道本線電化時に輸入された ED50 系統と同じ、いわゆるデッカーの1等であるが、 その他のデッカーが箱型車体であるのに対して、両形式は凸型であり、凸型のデッカーは日本では両形式のみである。小さな運転台の前後にボンネットを有しているが、台車はボンネットの前端からさらに前方に張り出しており、両形式の特徴的な形態を作り出している。1930年10月に、豊川鉄道電機50型は出来50型に、 改め形式され、宝来寺鉄道の電気51型は出来100型に、改版された。さらに1938年1月18日付で、宝来寺鉄道の出来100は出来50系出来50に、改版され、その翌日付で、豊川鉄道の出来50は出来50系出来51に、改版されている。1943年8月に、両者とも、戦時買収により、 鉄道小席に編入され、両形式は、私鉄時代の番号のまま出来50型として引き続き、飯田線で使用された。1952年に、日本国有鉄道形式 ED28 型とされ、本来でエラ鉄道由来の出来50が ED281、豊川鉄道由来の出来51が ED282 となった。ED28 には、 国鉄在籍のまま京福電気鉄道福一社に一時入選している。ED28-1 は1956年2月1日、ED28-2 は1959年に廃車された。1は、大見鉄道に、2は、遠州鉄道にそれぞれ譲渡され、いずれも国鉄時代の番号のまま使用された。このうち、大見鉄道に譲渡された ED28-1 は、 1963年に西武所沢車両工場へ売却、同工場で高圧改造の上山形交通に再譲渡され、ED1 形式の ED2 と改板の上、同社の高畑線で1974年の同線廃止まで使用された。2019年4月現在、遠州鉄道 ED28 には車席を保持しており、通常は遠州西ヶ崎駅構内に常駐し、 工事列車の牽引などに使用されている。演習鉄道では入線に際し直流 1500V から 600V への高圧改造が施され、その後演習鉄道の昇圧に伴って 750V に再昇圧された。山形交通 ED には高畑線配線後、山形県上野山市のリナワールドに生体保存されていたが、2012年に撤去された。 撤去後の処遇は不明である。遠州鉄道では、鉄道線で、工事列車の牽引に使用され、通常は保機800型とともに、遠州西ヶ崎駅に留置されている。なお、遠州鉄道では、廃車後の解体を、遠州西ヶ崎駅の ED282 などが、留置されている区画で行うため、その際には、西ヶ島駅や新浜松駅などに改装される。 演習鉄道では工事等の作業を終電初電の間に行うため、基本的には夜間の走行が多い。現在では検査期限を延ばすため、使用しない時期には旧車扱いとなることがある。検査時には再塗装されることもあり、入場の際は2000型などの旅客車両に牽引される。豊川鉄道電機50型に関連する各種リダイレクト項目のカテゴリー。 往来寺鉄道電気51系電気機関車に関するカテゴリー山形交通 ED1 系電気機関車に関するカテゴリー遠州鉄道 ED28 系電気機関車に関するカテゴリ大見鉄道 ED28 系電気機関車に関するカテゴリーありがとうございます